はい、おやっとさあ、牛見でごわす。ここ最近カゴンマ弁動画が復活してきた感が出てきていますが、まあ、今回もですね、そうでごわすが、そんな今回は無意識に出る鹿児島弁シリーズでごわす。まあ、牛がよく出るやつでごわすね。まあ、多分鹿児島の方もでごわすけども、無意識に出るカゴンマ弁一発目はあいたですけども、これ意外と出るんですけども、こちらの意味はあーしまった的な感じの、失敗した時や困った時に発する声みたいなんですけども、あいたやっちまったみたいな感じで出るんですけども、これはマジで無意識のうちに出る方言の一つなんでごわすね。あいた。次の方言も前に紹介はしたんですけども、無意識に出る方言でごわすね。こんいしたいしたよは、冷たいものに触れた時に発する声、汚いものを見聞きして驚いた時に発する声などなどみたいな方言なんですよね。まあ表現できるのはこういうのしかないんですけどね、ほんとそうなんですね。こんいしたはいしたよだったり、いっしゃっていう感じで出るんですけども、主に水がかかった時とか汚い水的なものがかかった時に出る方言でございますね。いしたとかいっしゃはほんとマジで無意識に出る方言なんでごわすよね。ほんとに出る。いしたよ。